手つまみ、あ、秋ほどお疲れ様です。お疲れ様です。大船渡ですね。そうです。すいませんね、僕今日お腹を言わしましてお、トイレ行きました、ね、5分間隔ぐらいでトイレに寄ってくれ、トイレに寄ってくれって言って、そもそもね、僕にね連絡がなくね、君は今日突然玄関に現れたじゃん普通さ LINE とかさ、まあいろいろね連絡来てからこっちも準備を整えるじゃん。なんか誰か来たなと思ったらね、行きましょうって玄関に現れていやいや連絡をしろやと、まあいいけどさそのせいでこっちの準備が間に合わなかったっていうのがでかいけど、はい、まあ頑張っていきましょうか。今日さ暑くないですか私は T シャツ1枚でやってますけど、そんなもうそもそもさ救命胴衣というかライフジャケットがあるからさ、その分計算して着ないとさ暑すぎるでしょ。暑すぎますね、うん、日焼けをしたくないと、そう日焼けするとすごいですよ、ね、赤くなっちゃってね、赤くなっても痛いですよ。日焼けよりは暑い方がまだマシなんだ。今日30度を超えているということで、水分補給をしながら熱中症には気をつけて、はい、はい、じゃあ釣ってください。とりあえずまずは釣ってくださいよ。そうですねちょっと僕も秋夫さんが釣果をね得ているシーンを撮りたいんで頑張ります頑張ってください。はい、リュウグウハゼ、今日は最初のお魚。ちょっといつも釣るリュウグウハゼよりちょっと大きくないですか？大きいですね。ちょっと大きいよね、はい、一緒に逃がしますけど、はい、いやこの草暑い中ねようやく1匹目、ありがたい。今日ちょっと塩磯目っていうの、はい、でやっておりますが、
あのなんか最初やっぱり染めの方がいいかなって思ったけど、意外と意外と大丈夫でした。すかさずね、この秋尾さんがさも釣ったかのようにこうあの映像として見せると、よしよし、では逃がしましょう。あ、なんだ。You move. いやいや、お疲れ様でした。お疲れ様でした。あのね、ちょっと映像でやりましたけど、当たりはあったんだよ。で、あ、もうちょっと粘れば釣れるかなっていう感じだったんですけど、雨降ってきて、で悪いことに秋尾さんがね、ね、毎週隔週か隔週水曜日で釣り配信もすると言ってるのに、秋尾さんは夜用事があるからちょっとリーダーもう一回釣りに行けよみたいなダウチさんを伴い釣りに行ったものの、まあね、そこでもちょっとエピソードはあるんだけどね、ね、ダウチさん、ね、ちょっとなんかダウチさんがリールをちょっとパシャパシャってやってしまい、ちょっとリールが不調になってしまい、あ、まあね、で結局、まあ、申し訳ない坊主ですと、ただ僕が悪いんじゃないぞと、あの釣り担当はアキホさんだから、本来アキホさんがちゃんと責任持ってあの釣りに行くべきだったんだけどね。そう、あのということで今回ね、田内さんがちょっと秋穂さんへの罰ゲームの用意しております。今回さ、釣りって言いつつ釣れてないから、もしかしたら釣り配信水曜日以外にどっかでぶち込むかもしれないし、まず今日は罰ゲームで皆さんに許しをこうで、その品というのが、いいですか、どうぞ。今回はですね、こちらです。ダダン。草屋？あのね、本当はガチモンの草屋を頼んでたんだけど、間に合わんと水曜日配信までに、あの草屋を、それね、瓶詰めになってんだよね。そうですね、瓶タイプです。こっちは瓶タイプなんですけど。で、味付けと？味付けと素焼きっていう2種類。はい。あの世界で5番目に臭いと言われる食べ物の草屋。で、今回は瓶詰めで、その本当にマジモンのやつが届いたらそっちはそっちでやります。はい、ただ部屋でやるにはちょっとやっぱり焼けないから迷惑になっちゃうから、みんなの、だからそれやるときはもう本当に田内さんの山とか行って、あの周囲に人がいない状況で迷惑なくやりたい。ピンタイプってどんな感じなんですか。で、なんか調べたら好きな人はまずすごい好きだと、椎名誠さんのエッセイとかにも草屋美味しいって出てくるんだけど、ただネットの話では、苦手な人の話で言うと、かまで苦手な人の話ね、ドブの匂いとか、獣の匂いとか、そっち系で、どっちなのかなと思って、臭いけど本当に美味しいのか、臭いだけなのか、ちょっと試したいなと。で、忖度なしで行くんで、あの本当に素直な感想、美味しい人は美味しいと思うんだけど、万が一本当にダメだってなっても、それは我々のあくまで感想だから、はい、我々の舌がその思春期を迎えてないだけっていうちょっとじゃあ、あの開けましょうか。開けましょう。
はい、ということでこうなりまして、中身がこんな感じになってる。結構なんかもうちょっと僕フレークになってんのかなと思った、はい、ほぐし身のまんまって感じですよ。ああ、わりかし連携がこうガチな感じ。やばいかもしれない。これはもしかしたらまずいかもしれない。身の感じは美味しそうだよね。見た目もすごい美味しそうですよね。ちょっとじゃあ開けてもらっていいですか。はい、はい、せーの。匂いは待って僕がちょっと嫌だったけど、前に言葉じゃないんですけど、うん、俺パッと思いついたの。あ、分かった分かった。お手洗い系のやつ。そうちょっと待って、僕さ、じゃあさ、これもったいないから、本当にそういうのを聞いてしまったら先にこれ食べるわ、ちょっと。最初あれ無臭かなと思ったんですけど、あ、できました。ダメージが、あ、これやばいかもしれないな。でも美味しいんだって。あ、まあ、好きな人は好きなんだって。はい、うん、ちょっと待って、本当にさ、僕これ食べれなくなるかもしれないから先にこれちょっといい。はい、じゃあちょっと僕もいいですか。はい、今明夫さんに蓋、この距離だと、あ、はい、あ、そうね、あのエアコンの風がこっちに来ることによってちょっと今僕もあっていう。そう、でもまだ僕そこまでじゃないな。うん、ちょっと待ってね。あ、そうね、あの風こっちに来るからね。あ、ちょっとここで危険だな。待って。あ、ああ、これはやばい。うわ、あのね、みんなにちょっと蓋閉めてもらっていい？明穂さんの例えは的確ですね。僕も何の匂いですかって言われたらそれを言うね。こっちもこっち。ちょっともう分かんない。あ、もうこれね。あ、変わんない変わんない。あのね、味付けとか素焼きとか変わんないよあんまり。うん、匂い関係ない。あの、うん、分かる分かる。あ、ちょっと、うん。あのね、思ったよりダメだな。でも美味しいかもしれない、本当に。うん、臭い美味しいって言うから、好きな人は。ただこの匂いを制してまで口にその臭いという物体を運ぶ度胸が僕たちにあるかという。とりあえずじゃあまあ1個ずつ。いやいや、2個でもいいですよ、本当に。好きな量、食べたい量、本当に足りないかもしれないよ。全部の好きな量、全然もう、ね、好きな量取っていただいて。はい、とりあえずちょっと残すのもあり。うん、あ、でもこっちの方が残んないって。明穂さんいっぱい食べるから。お、すげえ。あ、でもいん、あ。どう？うんと、味は美味しいんですけど。あ、そうなんだ。なんか口の中に入れた時に匂いがパンってくるんですよ。そのさっき言ったやつの匂いが口の中に広がるっていう。でも味はあの普通のお魚というか、まあ普通のお魚、お魚が原料ですからね。でも、うん、味は美味しいです。どんな感じで美味しいの？あの燻製にしたというか、なんですかね。匂いはあります。いやいや、あの美味しさのその種類というか、種類はまあなんていうのかな。なんていうか、表現がしづらい。あ、草や独特の美味しさってあるわけ？自分は正直わからない。ああ、匂いが強い。匂いが最初にやっぱ噛むとちょっと匂いが出てきて、あ、でももしかしたらね、もう一個言ったら分かるかもしれない、うん、もう一個どうぞ。やっぱりちょっと いますね、まだあの口の中に。ああ、うん、ちょっと味付けの方どうすか。あ、もう麻痺したんじゃない。
すでに。もう2個目で麻痺したんじゃない。素焼きで麻痺をしてしまって。うん。うん。味付けうまいっすね。あ、そう、うん、味付けの方が食べやすい。はい。なんか、もう麻痺したのかもしれないですけど。あ、したんでしょうね。うん、匂いがしなくなりました。おえぇ、うん。うまいっすね。最初ちょっと食べると、うってはくる感じです。あー。じゃあ、田淵さん。いただきます。海水とかにつけてるみたいなね。元は海水らしいもんね。その草焼きっていうのはさ。ではちょっとじゃあ素焼きから。はい。はい、いただきます。どうぞ。怖いなでも。あーやっぱそうなるか。まあそうなるよな。さっき匂い嗅いだときそうだったもんな。あの匂いが口の中に広がってるって考えるとちょっとやだもんな。どう？あの確かに匂いとかはそのまあやっぱ草屋と言われるからですけど匂いすごいですけど味がすごい深い。これ本当にお酒に合うと思います。わかるわかる。これわかります。じゃあちょっと味付けの方。麻痺してる。まあ2個目そうね。なんかみんな麻痺してるね。僕はそうなりたくないんだけど。あ、やっぱ味付けだからしっかりさらに味がついてるんですけど、うん、素焼きでも十分味がついてます。あ、味付けさらに濃くなるっていう感じですかね。どっちかっていうと味付けは何味ついてるの。醤油。醤油っぽい気がします。なんかうん、しょっぱみが少しこう増えるかなっていう感じするんですけど。あー、なるほど。はい。ぜひリーダーも。ありがとうございました。あれ？ あれで？色はどっちも同じ感じなんだよな。なんか素焼きもこれも。見た目は。ね。ちょっと画面越しに掴むのが難しいんだけど。ちょっと待って。まず匂いね。まず匂い。いやー。これさ、でも本当に無理だね。匂いが無理な人は無理。いや、ダメだろう。食べ物の匂いではないよね。そうです。もうね、あの、ナマコとかも大丈夫だし、うん、割かし大丈夫な方なんだけど、これは脳が食べ物の匂いではないって認識してるんだけど、食べます。はい、いきまーす。はい、あー、ん？どうですか。あのね、ごめん、リアクション的には面白くないけど、僕ね、多分大丈夫だ。口に入れたら大丈夫だ。あ、大丈夫だ。じゃあ大丈夫な人だ。あ、匂い嗅いだらダメだけど。うん、でも草屋じゃなきゃいけねえかって言ったら、確かにまあそうだ。なんかね、なんか小祝い農場の堆肥置き場あたりの匂いが今口の中を駆け抜けて、気分は小祝い農場今、うん、正直な感想ね、食べれなくない全然、はい、でも今の素焼きでご飯は進まない。ああ、そうそう、あの、うん、でお酒に合うかっていうのは僕は別にうんっていう、そのいまいち、うん、正直な感想ね。でも食べれなくなかった。あ、はい、あのでまずではない。全然食べれる。ね、うん。匂いが、やっぱり、この食べ物の難易度を一気にグッて引き上げてるだけで。じゃあ、味付け。これ、いけたわ、もう。多分、これはね、君たちの麻痺と同じで、こっちいける余裕で。あ、ん？わかったわかった、麻痺ってるな。全然感じないですよね。うん。
味付けから食べたらどうだったか分かんないけど、まあ、確かに味付けはご飯いける、味付けはご飯いける全然、いけるいける で匂い嗅いだ時味付けも素焼きと同じ匂いしたから、多分これは完全にこっち側の責任だね、麻痺ってるんだわ。あ、あね、皆さんに味付けをおすすめします絶対。味付けは美味しいかもしれない、はい、あちょっとね冗談じゃないよっていう、冗談じゃない嘘じゃないよっていうことでね、ちょっともう一個だけ味付けください。本当に大丈夫、2個とかやっても全然いけるよ、全然いけます本当に、はい、美味しい美味しい。そう、匂いはそうなんだよね、匂いはそう、あのね、小祝農場の匂いが僕も今、あそうね、あの匂いを嗅がない方がいいかもしれない、そのまま口にストレートにパッて入れちゃった方が、美味しいじゃない、うん、いけましたね、うん、匂いだけだったらダメだね。あの僕が今まで食べたどんな食べ物よりも危険な匂いがしたけど、あの食べたら大丈夫だった、うん、確かにこれだったら別にご飯に入ってても、あの味付けね、だったら素焼きはちょっと別に草屋じゃなきゃいけないかなって思ったら、匂い我慢してまで食べなきゃいけないんだったらって思うと素焼きはいいかなって思う。あの味付けは本当にいい、うん、草屋独特の味覚だけでさ、草屋独特って分かんなくない？分かんないです、ね、普通の魚、ああそう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 、匂いあってのなんか草屋食ってるなみたいな感じするけど、はい、本当にこの一滴物だとどうなのかちょっとまだ分からないです、ね、焼きたて、そうそうそう、焼いたらね、食べた時がまた違うんじゃないかと思います、ね、うん、あと次から釣りね、ちゃんとやるのね、はい、そうです、ちゃんとやるというかちゃんと釣ってくれるんですね。あ、そうですね、僕はあくまでお助けみたいな感じで言ってるだけだからね、当てにしないでください、はい、ではここまでご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。